おはようです、あゆなさん。おはよう。あゆなさんは早起きでワンダフル。ワンダフル。今日も一日、まあ寝てないんやけどね、頑張ろうね。Believe yourself。頑張ろう頑張ろう。横文字ばっかりだな。ナフフ、あゆなさんも会いたいって思ってくれてた。当然。ミルクたちもずっと会いたいと思ってたです。おお、それは嬉しい。何回でも会いに来てね。もちろん。いっぱい会いに来てほしいです。この二人によったらなんかすごい秋っぽい感じがするよね。いっぱいあるのよ。お、マジで。遊ぼう遊ぼう。お話しして遊んでほしいです。ね、なんか春っぽい感じじゃないよね。てかそろそろ夏っぽい感じにもなってもいいんじゃないかなっていう頃よね。はい、それじゃあ、ちょ、ガーデニングを。あ、水をやりたいけれど、水をやるためにまずちょっと遊んでおこうかな。ダンボール。猫たちとタッチしてね。ぬいぐるみはタッチしちゃダメです。了解。これかわいいよね。始めるです。かわいいよね。さあ来い。タッチされたです。はい、今めっちゃ遅かった。タッチ。すごい遅かった。かわいい。さあ出てこい。タッチされたです。お、でもぬいぐるみかわいいよね。あのぬいぐるみ普通に欲しいんやけど。ベッドの脇とかに置いておきたい。パーフェクトでいきたい。ちょ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 、あぶねえ。されたです。あぶねえ。もうちょっとで閉じられるとこやった。へい。おっと。タッチ。ほいほい。お、お、いいんじゃないこれ。パーフェクトじゃない今んとこ。出てきた猫たち。あぶねえ。ほら、パーフェクトやったね。ダンボールに潜るの楽しかった。お、よかったよかった。みんなで一緒に遊んで楽しかったです。うんうん。さあ、これでお水がゲットできたはず。砂の瓶7個と幸せの水5個を。はい、それじゃあガーデニングを。さあ、水をやりましょう。さあ、新しい植物はできるかな。できてほしいんやけどね。なかなか。どうすか。とりあえずなんか手前の2つ違う種類。あれ新しいやつじゃない、違うかな。え、そうじゃないそうじゃない。ちょ待って、回収収穫。キャンディーボム、ほら新しい。やった、チュッパチャップスみたいなんできたやん。やったね。あ、てか待って、全部収穫。はい、タンポポ。シクラメン、マリーゴールド。これも新しいマリーゴールド。やったね。あれやん、あいみょんやん、あいみょん。あ、これで2種類ともできたんやね。あれはオータムブロッサムの種。あ、これも新しい。え、すごくない、もうこのこの一つでもうブーケできとるやん。ブーケ、花束。やばいね、出来上がってしまってるよ。はい、それじゃあちょっと種を植えていきましょうか。不思議種。あ、すごいね、さっきの 5% のやつ一発で咲いたんや。やば、めっちゃいいやん。え、どうしよう、もう普通に。よし、ニュー、キュートの鉢やったね。さあこれで、この種が欲しい、めっちゃ欲しい。コンペイトーでも久々に植えますか。はい、そしてここには、はい、これ必ず違う新しいやつができるわけやね。さあそして、はい、全種類制覇したいんよね。はい、オッケー。じゃあこれでまた次回待ちましょう。それじゃあお出かけでショップ。さあ夏っぽいファッションにしたいかなと思うんやけど、かわいい。
や、かわいいけど、か、あーかわいいな。ラブリーフラワー、じゃあちょっとこのラブリーフラワーを買いまして、あと全身めっちゃ増えとるやん。ニュー、ピンクレディ、パープルレディ、ラブリー、ピンキー、かわいい、サマーワンピース、ピンキー、ピンキーにしようっと。素材で買えるのいいよね。はい、そして靴はピンクピンキーシューズ。さっきのピンキーやったよね。でもこれなんかサンダルっぽいの。ローファーなんや。ローファーなのか。はい、そしてボトムス。でもさっきワンピースやったのし。確か手に入れたの。じゃあちょっと、どうしましょう。サマーシャツ。ホワイト系モードボーダー T シャツ。ブラック系。ブラック系かわいいな。ベーシックブルーカーデン。ワークシャツホワイト。ワークシャツホワイトかな。ブラック系モードボーダーシャツ。そしてボトムスで、モードハーフパンツ。ベーシックハーフパンツ。スマートグレーパンツ。ベーシックハーフパンツで。そして、そう、靴どうしよっかな。靴今までのでいいかな。セーラーシューズでいけそう。じゃあとりあえずネクタイ、ボーダーマフラー、スプリングスカーフ、レディーパールネックレス、ボーダーマフラーサイド、レディーパールネックレス、かっこよくね。はい、帽子、あ、帽子もうあれや、ゲットできん。じゃあこれで、さあ着替えましょうか。着せ替え、じゃあとりあえず、あれ、あ、そっか、帽子ゲットしてないんか。セーラーリボン、何がいいかな。いや、もう帽子は今のまんまにしておこう。で、あ、でもな、これネクタイも今のまんまでいいような気がするな。トップス、ブラック系モードボーダー T シャツ。はい、これでボトムスがベーシックハーフパンツ。あ、でもこっちの方がいいかな。セーラーハーフパンツの方がいい気がする。で、セーラーシューズ。あ、かわいいやん。かわいいやん。うん、こんな感じかな。そして、はい、ミルクの方がラブリーフラワーで、あ、ここレディーパールネックレスにしよっかな。そしてトップスがホワイトスマートジャケット。かわいい、めっちゃかわいいんやけど。めっちゃかわいかったんやけど今。ピンクピンキーシューズにピンキーワンピース、こんな感じ。よくね。はい、じゃあこれでで、しょう。はあ、めっちゃかわいい。超かわいい。夏だね、夏だね。雪だよ。あ、紙袋の中に入る？入りよる、入りよる。うちの猫もあんな感じで袋見つけたら必ず入っていくんやけど。はい、それじゃあエピソード。かわいいな。そしておしゃれだ。今日の縄張りパトロールはあゆなさんと一緒。お、服も変えたばっかやしね。あゆなさんと一緒だと楽しいです。そう言ってくれるのは嬉しい。この道はね、お日様が沈む頃にお魚の匂いがよくするのよ。うんうん、夕方とか結構ね、魚の匂いしよるところが多いかな。もう少し歩いていくと、ファミマへの抜け道があるんです。マジで。あっちに爪研ぎにぴったりの木があるんです。うんうんうん、いいねいいね。こっちには、あ、そうだった。何があるの。あゆなさんに聞きたいことあったんだった。何でしょうか。そうです、そうです、赤いあれのことですよね。ポスト、ポストか。あのね、この先に赤い大きな箱があるの。正解やね。四角いお口があって、
そこに人間が四角い紙を入れたりしてるです。人間みたいな発音されてもね。あの四角くて赤いのってなんだろう。ポストだよ。郵便ポストじゃないかな。郵便ポスト、そういうお名前なのね。うんうん、そうだよ。郵便ポストさん、おはよう世界って挨拶する必要はないけどね。するです。生きてないから。郵便ポストさんの四角いお口に入れる紙は、あ、なるほど、そういう風に見えてるわけね。でもだとしたら口二つある気がするけど。郵便ポストは紙を食べるの？食べてるわけじゃないんだよ、あれはお手紙だよ。お手紙聞いたことある。白ヤギさんと黒ヤギさんが食べちゃう。そうそうそう、ちっちゃい頃よく歌ってたわ。字を書いた紙がお手紙です。まあね、それで人に渡すのがお手紙かな。ポストから何か出して持ってってる人がいるのよ。郵便配達の人だね。あのポストから出てくるのがお手紙だったのね。そうそうそう、電話じゃなくてお手紙にするのって。お手紙の方がいい時があるからですね。形に残るし気持ちが伝わり、伝わる、声の方が伝わるかもしれないけど。あゆなさんだったら誰にお手紙してみたい。誰にお手紙してみたい。あゆなさんがお手紙出したい人教えて。誰かな。それじゃこの中だったら誰にお手紙してみたい。遠くの友達、仲のいい人、憧れのあの人、やっぱり教える。憧れのあの、憧れのあの人、誰か知らんけど憧れのあの人にお手紙してみたいんだ。芸能人とかかな。教えてくれてファンレターというやつ、ありがとうです。猫たちはやっぱり、やっぱりそれにはお、あれがいるですね。何、どれ、何、うん、まあそれはともなく、ともにゃく、郵便ポスト見に行こう。あゆなさん、見に行くのマジで。こっちです。ほいほい。いろんなものに興味を示すのね。興味を示すのね。ちょっと言えてなかった気がする。はい、そしてご飯。はい、新しく作れるようになったチャーハン。パラパラなチャーハン。レンゲかスプーンを使うと食べやすい。家では基本的にスプーンで食べるかな。でも食べに行ったらレンゲがついてくることが多いよね。レンガで素早く切りましょう。チャーハン好き、美味しい。上手です。ありがとう。そんなキラキラしたお目目で。ベーコン、これ上手です。細切れになったよ。ぴったり止めて焼きましょう。さあ来い、スタート。まずは油を敷いて野菜を炒める。早すぎた。早すぎた。あー、また早かったな。もうちょっとぴったりにしたかった。早くです。ちょ、早めばっかりやな。完成するの早くない？ご飯入れてちょっと一振りしただけなんやけど。やば、どうやったらこうなるんだ。ご飯、ご飯。はい、どうぞ。いただきます。結構な大盛りじゃない？ねえ、すごい大盛りよね、これ。おいしい。ごちそうさまでした。お、エピソードが追加されたよ。渡してないプレゼントとかは別になかった。なかったね。オッケーオッケー。ということは何してんの？あ、ネズミのおもちゃで遊んでるのね。はい、撫でましょう。撫でておいで。もっと撫でて。なんかああいう部屋でさ、結構なんかいろんな遊びを自分でしてくれるのによって面白いよね。あ、大満足。ほら、ミルクが順番待ち中や。はい、次はミルクを撫でましょう。はい、おいでおいで。もっとです。はいはい。ツンツンです。ツンツン、お尻ほんわかするです。いいねいいね。満足したです。あ、絵描き出した。あ、この画面でもなんか後ろでいろんなことするんやね。初めて知った。ほら、絵描きよりよ。いいねいいね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ、2匹には夏仕様に衣替えしてもらったけん、まあ、またね、新たな2人の見た目で楽しんでいってもらいたいと思います。